い、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーです。皆さんこんばんは、姉さんです。ということでね、ゼニーさんがお送りするバイオハザード RE2、 はい、久しぶりでございます。はい、こっちか。ボス、あーオールでいたね、いたね。放射器、使って使って、あいよ、え、とりあえずナイフいい、ナイフいい、ナイフいい。それじゃね、解放射器、解放射器、解放射器、放射器セットしといて。オッケーオッケーオッケー。エグジット、エグジット、どこ行ってんの。壁立て、それ壁立て。そっち横立て、そこそこ横横横、ここか。ハーブある、ハーブある。はぁ、ちょっと待って、ハーブある。早く早く降りよう。どこ、下下下、ここ、もうそれしかないから。アイテム、いやー、開幕からすいませんね、皆さん。バタバタしてる、バタバタしてる。あっこだよ、あっこ、ダッシュ。はいよ、うわ、来た。うわ、お父さん。お父さんじゃないよ。お父さんじゃない、お父さんじゃない、はい、お父さんじゃないよ。やばいやばい。紳士だよ、紳士、紳士だよ、紳士、紳士という名の変態。ええ、また来た。え、いや、もうさっさとくぐり抜ける方がいいと思う、戦わずに。はいよ、弾もないし。そういうことですね。ここまで来ましたよ、ハッケー。え、あー、ムービーか。うん、お父さん、じゃあね、お父さんじゃない、紳士変態や。エイダか、エイダはまだ出てこない。誰も出てこない、誰も出てこない。この状況大丈夫、大丈夫じゃない。痛いんだよこれ、痛い痛い。いや、この変態さんの方が痛そう。危ない、危ない。お間違えたらそれでゲームオーバーだよ。てか背中の火炎放射器絶対刺さってるやろ。体に当たってるね。横に落ちんかった、落ちてた。でも多分肩脱臼とかだよ。まだまだいけるぞって。俺いけないですね。いけるて、デンジャーじゃない。大丈夫、なんもないよ。あ、そこアイテムがあるんだよ。レッドハーブあったでしょ。どこ、弾、ほんまや。おいおい、ボス前のあれか。でもいいって、箱は、箱いい。今箱を持ってる。いや、そこレッドハーブあるじゃん、その下。え、その下下下、反対だよ。どこ、なんて、そのアイテムボックスの横、うん、ここ。いや、嬉しいな。自決用ナイフが一本なくなったと。いいよ、でそこに差し込んだら OK だよ。あ、さっきのやつ、さっきのやつ、何をやってんの。いや、武器を持ち替えてる。よし、結局マグナム弾出なかったね。そうですね。さあ、もう今回で多分終わりだね。サクッと終わろう、うん、まだ俺銃一発も撃ってないぞ。いいよ、撃たずに済むのが理想だよ。そうか、お父さん、お父さんじゃないよ、お父さん可愛く思えるから。お父さんの時耳があるからね。きたー、燃えてるー。クソ、俺もクソや。あ、なる。え、大丈夫、ダメージ食らってない。大丈夫大丈夫。いや、あれ戦う、え、戦うね。あー、落ちてきた。戦える、よし来いよ。真ん中の心臓が弱点です。はいよ。ただね、これめっちゃ強いのよ。空間湾曲できるの、この人も。また。うん。12。でも早いの、この人。意外とこうなると。うん、ついてきたぞ。ガトツだね。ガトツだね、じゃねえよ。え？一、二、三。でもこれ回る方間違えたらやられるからね。回る方大事だよ。あのでかい手の方に折ったらあかんってやつ。そうそう。あんた疲れた。めっちゃ減る、めっちゃ減る。やばい。一気に一気に減る。いくらだったね。まだまだもう一発いけんでしょう。もう一発もらえるでしょう。もらえる。とりあえずあの月意外とリーチが広いっていう。うわ、いて。あ、使う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 。回復回復回復。やばい。スーパーハブリー。うん。こっちでガードを高めとこう。もっといろんな武器使ってもいいよ、ショットガンとかでも。弾3発しかないのに。ここぞという時まで待ってたら死んじゃうよ。わかった。岩を砕けるからね、この人。おい、たたたたたた、逆回りダメだって。だって位置があるから無理なんです。先生、その逆回りはダメだって。逆回りはダメだって。なんか来るよ、なんか来るよ、やばいよ。あの岩使おう、岩使おう。え、ぐられた、えぐられた。死んじゃったぞ。えぐい、即死系の攻撃だね。
多分あれやな、あの銃って止めなあかんねんな、これで。いやか、あの岩でぶつけるからね、多分そのための多分あの落石だと思うわ。なるほどね。うん、オッケー。落石使っていくのが多分止めるわいいと思うよ。頑張って。ショットガンかマグナムないもんな。弾がないんだよ。残念なことにスーパータイム。じゃああの石でガードするしか。石でガードが多分正しいんだと思うよ。石の真後ろでも食らうよな多分。わーった、ここ。いや多分ね、石で多分止まるんだと思う。多分いあガガガガ、あの砕くんだと思うわ、あいつが。で止まるんだと思う。じゃあ石の前におったらいいってこと。そうそう、スキップしますよ。チャオ。え、なんで俺ちょっとか持ってんの。わかんないよ。1、2の挟んの次近くにおったら月が来るやろ。1、2の2、1。ガトツだからね。はい、1、2の3のポンの近っ。あれ違う違う、多分その2回の時に近くいたら多分ついてくるんだと思う。なるほど、1。あ、もう、うん、だから2回の後だね。だから2回月3回、で次が2回攻撃が来るんだと思う。1、2、でちょっと間があったら多分ついてくるよ、ほら。月、多分この人これだ、この3パターンだ今。で月の後若干余裕があるね。1、2の3。だから月まで待つ、はい、待つしかないね。大丈夫。1、2やろ。でちょっと離れて月が来る。1落ちてきた。当たりそうじゃなかった。3で大丈夫。まだまだ。あ、じゃあこのパターン変わってる。え、ちょっと動き早くなってる。来る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 、ガトツが来るよ。ここでいいか、本気の。え、反対じゃん。あ、でもダメージだけだ、ダメージだけだ。そっち、いや、2発目来る、2発目来る。ゼイさん、逆サイ、逆サイ。あ、ちょうちょうちょう、使おう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 。大丈夫、体力まだ大丈夫、まだいける。そんなパターン。あ、もう石なくなった。どうする、あのガガガっていうのが来たら。覚悟を決めるしかないね。あのガガガってきた。逆回りしてる俺。ダメだって、それはダメだって。ジャンプ、イエーイ。これなんかお父さんと行動が似てきたね。1、あれ来た、どうする。1の後ないよ。あ、これで来る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 。どうすどうす、覚悟を決めなあかんの。来る。オッケー、止めたー。もう危ない危ない。あの瞬間やな、前走ってくる瞬間に撃ったら。1、2、多分急所に当たったら止まるんだと思うわ。そうやな、さっきはたまたま当たってる。ジャンプ1、2、3。よっしゃい、たま、あと20。え、5分だって爆発まで。やばく、いって。使う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 、とりあえず使おう。とりあえず使おう、とりあえず使おう。オッケー、またお尻であるぞ。あ、何、またそれで決めようと思ってんの。今回難しいよ。最後ロケランだから、もう尻で投げたらいいじゃん。もう投げたら投げよう、もう投げようか。いっそ投げたらいいんじゃない。当たる。あ、これでこれでこれで、あの来る。ああ、そこで使っていいんじゃないの、手榴弾。今や。早く。お、これで、これで。止まった。持ってってよかった、手榴弾だよ。先行も効くのかな。わかんない。一回投げてみたら。あ、だだだ。あ、お、来た。お、来たか。何？あ、え？あ、あのこれ。時間の問題やった。いや、投げてくれるんだよ。ほら。お前。じゃあちょっと先行で動きでも止めましょう。いや、もうそのまま撃とう、さっさと撃とう。ちょっと待ってよ、レオ、お会いこよって言ってる。さっさと取って撃とう。うわっ、さっさと取ろう。撃とう。ダメージを食らいながらカウンターを撃ったの。え、これ終わり。おぉ、いけた。なんかちょっとかっこ悪い終わり方やったけど。うわ、上半身なくなってる。これ多分ね、あの海外版だともっとえぐいんだと思うよ。どうなるんや。弾まだある。まだあんで、あと3発。3発ある、持っとこう。あの黒いところがもう、それあれじゃないの。え、そこで使うの。もったいない。え、もう終わりだよ、ね、置いとこうよ。いや、絶対まだあるって。ほら見て、こいつら死体になってる。そんなもったいない。それなんか私の方の時の使い方みたいな。ダメだって、あの無限ロケラン、私の方の時の使い方みたいな。いや、祝福かなと思って言ったんやけど、もったいなかった。うん、じゃ
これで終わらなかった場合どうすんの。いやだってタイランドさん上半身ないやろ。もうお父さんが来るのは知ってんねん。お父さんにぶち込んだらいいんじゃない。あ、お父さんぶち込む、うん、了解了解分かってろ。やっぱそのためのロケットランチャーでしょ。そういうこと。4発もついてんのに。いや1回死んでしまったけど上々ですな。もうあーまあまああれは予想外の攻撃だったからね。そう刺さってたやん。あれ、ね、迷ったのが良くなかったな。こうなんか一の後ろみたいな感じでなんか中途半端な位置に置いて殺された、うん、ちょっとねエイダの思い出にふけってるね。ってる、うん、まあ、こっちは生きてんの知ってんねんけどな。ロケランくれたから、うん、いや大丈夫。そもそもあの4でも6でも出てくるから。あ、そうや、うん、出た。いや、いらないもん。もう入りたくないでしょ。でもエイダの片身やんか半分、ね、生きてるて。あ、そうやな生きてるて片身て生きてるて。で、ここのシーンなんか。やったら私が言った通りね。もう私だいぶ前に終わってるよ、ここ。ごめんなさい。シェリーよ。よろしく。お父さん。お父さん。お父さん。わからない。見てくる。その子を頼む。お父さん。開けたらおらへん。いや、すぐはいなかったと思う。もっと先だったと思う。ちょっと移動できる。アイテム落ちてるんだよ。お前。いっぱい落ちてる。ガンパウダーに。ガンパウダー別にロケラあるかいらないって思う。じゃ最後に作っとこうよ。何を。ガンパウダー、ガンパウダーがあるから弾、ね、ハンドガンでも最後に作っときますか。いらないでしょ。タイプライターもある。セーブはいらないよ。いらないよ。いらない。じゃあ現状確認で、ね、弾、ショットガン、解放射器。解放射器いらないって。ロケランだって。あ、そう、うん、そこロケランでしょ。もうマグナムもいらないけどね。いっそ、いっそのものもマグナムもいらないけど、ね、あ、あ、でもかっこよくない。あと2発あれ、なんかあるぞ、ここ頑張る。ダイヤどんだけ出てくんの。その横にナイフ刺さってなかった。え、自決用。ほら、これ、お前ナイフ刺さってる。自決用ナイフよ。いらないから。まだ、まだロケラー2発残ってるから。じゃあ、行きますよ。当たらんかったらどうすんの。当たるわ。相手でかいから構えて早いな、これ。よし、行こう。落ちてくる。落ちてくるのかな。いや、なんか正面から出てくる。叫び声が。あ、来た来た来た。はい、撃って。まあ、まだ銃で来る。いや、撃とう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 。もうロケラン、ロケラン。いや、弱点出てないけどいいの。2発あるからいいよ。これを食らえ。あの、聞いてないんですけど弾が欲しいって言ってるから。こんばお父さんもどんなん、どういう生物になってんのかね。こら、くらえ、くらえ。ロケラン、ロケラン等終わっちゃう、終わっちゃう。終わる。あの、聞いてないですけど、これ。ああ、今出てきた、今出てきた、今出てきた、今出た。今出た。大丈夫、弾はいっぱいあるから。今出た。おら、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 おら。でも弱点とか関係ないんだけど、本当はロケットランチャーって。出た、出た。あの、すいませんね、もう追い詰められてるんですけど、追い詰められてるんですけど、OK! 大丈夫、勝手に終わるからね。そう、うん、ほとっても終わる。終わる終わる。そういう仕様、いや、まあ、打たんでも多分終わるんだと思うよ、うん、これ。いや、でもロケランで決めたかった。気持ち悪い。気持ち悪いな、お父さん。ほぼイベント戦だから、こんなの。車両切り離すわって。クリアさん、結構力持ちよだ。危ないよ、そんなの投げたら。うん、どういう意味。ゴリラの、別ゴリラ。何言ってんだお前。ああ、危ない。壊れてます。オッケー。リオンさん。で、どうすんの、リオンさん。自決用ナイフか。違うよ。鉄パイプ。そういうことだね。押し込んでるね。くたばれ。あ、抜いちゃった、抜いちゃった。うわ、痛がってる。絶対痛い。さよなら。あー、ほんでこの列車後ろで上手に焼けましたか。見てるよ。見てた。はい、お別れでございます。すんげえコントローラー震えてんねんけど、ブルルルって大丈夫、そういう仕様だから。いやー、終わりましたね。長かったね。これで表と裏な、ボスと2人で全部クリアやな。そうだね。いや、いい朝日だ。なんか一晩の出来事だから。そうやな。いや、そうなんですよ、実は。そんなんじゃない。違うって。出会ったばかりだ。そうやな。
夢でやって付き合いだした。そうそう、レオン、あのエイダとできてるから。あ、ほら、じゃあ俺クリアもらうわ。うん。本当ぶっ飛んでた。見て、乗ってたよな。乗せてもらえるかもよ。マジで。おらへん。誰か。え？ゾンビおらへん。シェリーを頼む。シェリー。もし広がってたら、いやもうゾンビがね運転してるっていう。どういうことよ。あの人じゃん、あの最初に出会った人じゃん。あの人死んでるよ、特に。おいおい、誰が乗せるかってされてる。全然違う人だよ。最初の人もう死んでるよ。あのハンバーガーむしゃむしゃ。そう、ハンバーガーむしゃむしゃだった。いいやつだった。じゃあ、終わったの？わからない。で、3がこの後なんでしょ？時間軸で言うと。いや、3一緒。あの、ラクーンで同じ時間。ああ、3人一緒なら。で、ジルが主人公ってだけやから。バレンタイン。そうそうそう。ジルバレンタイン。でも、バレンタインって言ったら僕、ヴィンセントの方に。ヴィンセントバレンタインって、ね。セブンに出てくるね。あ、はいはい、隠しキャラですね。オウムも。なんで？なんで、犬とオウムなの。ペット欲しかったけどママが嫌がってて、ママペットいっぱい飼ってたよ。おめめのペットいっぱい飼ってたよ。違うよ。それペットでいいんすかって。飼ったらあれじゃん、実験動物とかを、ね、うん、すぐ G ウイルス投与しよう。水槽に入ってたのはペットだったんか。そう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 、知らんかった。あれ犬と猫と、うん、あのオウムだよ。オウムか、マジか。お母さんちょっと買ってはくれてたけど、自分の時期優先したの。すぐ使っちゃう。あ、ちょっと大きくなってすぐ G 入れちゃう。あ、もう怖いわ。お母さん、お母さん、お父さんすぐ実験に使いたがるから。家にあんなもんだ、嫌よ。え、あんな目玉いっぱい、あんな目玉おったらもう泣くな。ほんとね、すぐ使いたがるから。どうします、これ飛ばします、それとも見ときます。いや、僕の方は全部飛ばした。マジで？じゃあ俺の方は見とくか。またここカットでオフショットだよ。マジで？いや、どうだよ、面白かった。オフショットかな。面白かった。何言えばいいの。いや、わかんない。神声、神声、神声。今日でもタイランドに、うん、1負けだけで勝ててるからね。そうやな。2回、え、結構でも裏辺割と2回死ぬってないんじゃないの、同じやつに。ああ、あの全部1回はやられてるかもしれないけど。1回やられてるな。1回やられて対策を立てようと。そうそうそう。でもあのお父さんパート2なんかと1回でちゃんとクリアしたしね。そうやな。お父さんパート2であのコンテナやんな。うん、あ、コンテナもやり方一緒やん。あそこで倒してコンテナぶつけるっていうの。ただマグナムいいでしょ。お父さん2発ぐらいで倒れてくれるでしょ。そうすごいよマグナム。いや、いいね、好きだね。マグナム僕が気に入ってる理由がわかるでしょ。次ボスあれやの、無限ロケットランチャーとか無限ガトリングでやろうぜ。マジっすか。楽しそう。めちゃめちゃ楽しそう。それでも出現条件めっちゃ厳しいんじゃないの。厳しいと思う、無限武器やな。いや、でもめっちゃ楽しそうやったね。ゾンビがゾンビじゃないっていうから。いや、まあそりゃそうだろうね。それ私フォーでやってるからね。そういうこと、そういうこと。えぐいことになるからね。途中で出てくるタイロントなんてただのゴミやからね。ゴミで置物やから、ね、出てきてほんま。ボスも一発だろうね。そう一発って嘘やな。だってフォーでも一発で倒しとったやん。そう、でもあれ過信するとね、うん、ちゃんと当たってなくてね、即死攻撃食らったりするのよ。あ、はい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 。そこら辺がないよやっぱり。ちょっとね、油断するの。うん、だから僕唯一あの方で死んだのは、あの即死攻撃食らって死んだぐらいだね。あの岩落ちてきたやつ。いや、岩落ちてきたのはね、あれも予想外だった。あ、何コマンドのやつ。コマンド系苦手だね僕。そうやな、ボスなんか連打とか苦手やもんな。コマンドで死んでるね結構。シックスでもボスでジェイクで何回死んだかジェイクスライディングがね、スライディングができひ。でもゼニーさん、あの海底で、あのでかいのに追われてるので、ゼニーさんも結構死んだよ。死んだ。スライディングのやり方がわからへんっていうな。いや、それのおかげでジェイク編ではちゃんとできてたやろ。私死んだね、あの時死んだわ。あかんな、我々アクション系は苦手や、うん、あのボタンダメだね、ボタン系がな。今ね、私セブンやってますけどね。うん。まあセブンも怖いんでね。そうやな。一人称のな。しかも足とか手とかよく離れるしな、自分から。そうそう。すぐバイバイしちゃうのよ。うん、初回ですぐ離れてます。びっくりした。ホッチキスだからね、止まってるの。そうやな、ね。あんなの絶対神経繋がんないでしょ。なんか動いてるってな。不思議ですね。そういうとこだけじゃない。え？
いや、一応ガードもこうやってしてるから動くのがすごいよ。そうそう、セブンの方もね、だいぶ終盤の方だと思うんですけどね。そうやろな。はい。セブンね、うん。どんな、何？なんか変な、あれ金だしね。そう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 。なんかあの、お母ちゃんのカルテみたいなのあったよ。うん。だからあれどっちかっていうと、あの、胞子とかカビとかに近いような感覚らしいよ。あれな、ウイルスとプラーガの間やな。まあまあそんな感じだね。そんな感じやな。そんな感じだね。プラーガはえぐいね。プラーガな。プラーガしかもあの、埋め込み方がえぐくなってたからね、5になったら。そうやな。はい、お口開けてっていう。あれ、だって4だったらなんか注射器で打ち込んでたのに。うん、もう5になったらお口の中に無理やり突っ込んでたもんね。そうやな、増やし方がなよかった。そうや、あれでも教祖様誰だったんだろうね。プラーガーって一応ちゃんとあのんその支配主側のプラーガーがあの後を全部支配できるからね。そうやな。でね、今やってるゼロではヒルですか。そうですな、一応 T ウイルスに感染したヒルになるのかな、あいつら。ヒルもめんどくさいね、うん、まあもうゼロはね、もうあれ謎解きやもんな。すぐ髪折りちゃうから僕ら。そうすぐさまこうしたらいいよっていう。すぐ典型折りできちゃうからね。そうやね。じゃないとな、迷ってる動画になるから俺らがなんかこう言い争いしながらだとひたすらね、これこうじゃないの、いやちゃうやろとか言うな。ひたすらね、唯一典型使ってる動画だね。そうやな。でゼロ終わった次ワンか。ワンですね。はい、ゼロ終わったらじゃないよ。あなたこの後ワンだから。率終わったんでワンです。ワンはあれ一人？今まあまあまあ別に音は僕か姉さんか入ったらいいけど。うん、私？あのあれは一応ソロ用のタイトルだから。あ、そうやね、わかで俺どっち行くの？ジル？それともゴリラ？ゴリラの方が難しいんでしょ？ゴリラも難しい。じゃあゴリラで行く。ゴリラ。ちょっと待って、この女性専門家の私がこう、女性キャラクターで、だからさっきの変な語弊があったから。女性専門家じゃない。だって楽なんでしょ？じゃあ元々の難易度上げていこうよ。あジルで、あジルで、あのちょっとワンランク上、ワンランク上でジルで、はいはいはい、多分ちょうどゴリラで普通で行くのと一緒だと思うんだけど、はい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 、どっちか選んでいいよってことね。ゴリラ普通かジルワンランク上か、ね、そのどっちかで行こうよ。はいはいはい、なるほどね。言ってもね、映像的にはねそこまで怖くないからね。うんうん、劇団ひまわりが、ひまわりが、うん、なるほど、ガヤじゃない、ガヤ。一般人の何かじゃない。演技指導してんの？あ、かもしれへんな、なんか。いや、演技、誰がやってんだよ。あの、このモーションキャプチャーみたいなんで、あの動きとかよ。ああ、なるほどね。噛まれた時のとか。なんか海賊機みたいなやつあるよ。うん、怖いね。怖いね。海賊は一人も出てきませんでしたね。うん。いや、海賊出てきてくれてもよかった。あと、あの、赤組、白組は出ないの？赤組、白組か。あったな。あの、飛ばせない6ではよく見たけど、これが出てきたらもう終わりって。多分ここカットだわ。うん、綺麗にカットだわ。なんでよ、めっちゃ楽しく喋ってるよ。カプコンが出てきたからもう終わりやで。本当ね、リザルトはなんぼやろな。 C やろな、2回ぐらい死んでるから。 B か C かな。いや、とりあえず無限武器取るんだったら S かなんか C だね。 C です。だから多分セーブ回数も少なくしなきゃなんないんでしょうけど、そうやな、これ動画なんで。だって上手い人見たら2時間切ってるからな、ほんま。だから世界最速は57分らしいで。マジで。マジで。ジェニーさん目指す？いや、目指す？ずっとこれを。だから俺めっちゃこう周回プレイして、もう淡々とやるみたいな。でもうとりあえず内容分かってるからね。そうやな。うん。何かをこう探すのに迷ったりはないでしょうけど。そうやな。そこら辺を覚えたらね。もうちょっとマシなのかなっていう感はありますけど、まあまあ、多分2周目しない。そうやな、怖い。6時間25分41秒、うん、セーブ12回 C ランクです。はい、ということでゼニーさんお疲れ様でした。ありがとうございます。ただね、まあこの後もね、ゼニーさんはホラー三昧でございますんで ね、はい、今からゼロ取るらしいわ。いや、ゼロも取ってるよ。あ、そうか。いや、取るというか、ね、続きをやるっていう。ワンもだよ。ワンも始まるよ。はい、わかりました。はい、ということで、この動画が公開される頃にはですね、はい、あのゼニーウィークが、はい、多分スタートがこの動画だと思います。はい、はい、ありがとう。なんでね、あの、これを皮切りに、うん、
あのゼニーウィークがスタートしますんで、はい、あのゼミさんファンの方はね、ぜひぜひチェックしていただきたいなと思っております。いっぱい叫びますんでこれからも、はい、でももう1とか0とかって叫ぶ要素ないでしょ。あれよ、気持ち悪いとか言いながら、いや、あの気持ち悪い思うよ、うん、けどこの何リツーとかセブンみたいにさ、うん、本気で怖いってないでしょ。ないな、映像がやっぱりそうやな、より怖さが増すからね。ツーとか始めた頃ほんま怖かったもん。ずっとやめたいやめたいって言ったね。ワンとない、これぐらいのリアルさある？いや、ワン全然ないない、ないよないよ。プレステ2とかそんな、そうそうやもんな。いや本当だから、これあのセブンとリツーぐらいだよ、この、うん、リアル感、うん、なんでね、多分この後多分3のリメイクも出てくるのかなと思うんですけども、うん、そうやな、出たらな、はい、出たらまたやっていきたいと思います。はい、ということで、ね、今回の動画はこの辺で終わろうか。終わりましょう。もういいでしょうね。はい。もういい。はい。ということで、ね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。あとですね、はい、姉さんがお送りする無双オロチ3、はい、で、ゼニさんがこれからお送りするであろうバイオハザード1、はい、私がやってるバイオハザード7、はい、でね、あと僕とゼニさんでやってるバイオハザード0の方もありますんで、はいはい、順次公開していきますんで、そちらの方もどしどしよろしくお願いいたします。そうやな、次また新しいバイオ見つけなあかんなもうナンバリングなくなるもんだ、そろそろ。もうゼニさんが1始めたらナンバリングタイトルが一応全部、そうやな、まあ、やり終わってはないですけど、やり始めたってことになるんでね、うん、はい、まあゼニさんにはもう常にあのホラーゲームをやっていただきますはい、わかりました。はい、ということでね、はい、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。